ジェイク・ジョンソンはアメリカの俳優。2009年制作の映画、ペーパー・ハートに初主演した。また、FOX で2011年9月20日に初回が放送されたコメディドラマ、ニュー・アール、ダザカワ女子と三重士でゾーイデ・シャネルと共演している。2012年ジョンソンは2006年から2010年にかけてラリーのミッドライフ・クライシス、ライト・ミー・嘘は真実を語るや、 フラッシュフォワードといった多くのテレビ番組や映画に脇役として出演した。2010年にスチールトレインがジョンソンをターンパイクゴーストのミュージックビデオにあるスカルズを役で出演させた。2011年彼はナタリー・ポートマンとアシトン・カッチャー共演でロマンティックコメディ映画抱きたい関係に出演した。 ジョンソンはまたサムスンのコマーシャルでマット・イル・ジョーンズに間違えられる男役で出演したこともある。2011年彼は第1話を見た評論家が投票するチョイステレビジョンアワードで最もエキゾチックな新番組部門で受賞したホックスのコメディドラマニューアール、ダサカワ女子と三十士に主演で出演している。ジョンソンはイリノイ州シカゴの北部にある エヴァンストンで生まれた。ジョンソンはバスケットボールとテニスを好んでプレイし、サンデーメンズバスケットボールリーグと週刊テニス協会第5支部に参加している。彼はまた野球チームシカゴカブスとフットボールチームシカゴベアーズのファンである。祖先はアイルランド系である。アーティストであるエリン・ペインと結婚している。ありがとうございます。